どうも、めっちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね。今日はね、ちょっとね、横浜高校のね、まあ、事件がね、あったということでね、まぁ、ちょっと一日遅れですけど、ちょっとね、これについてね、話したいなということで、まず言いたいのはね、これ横浜高校がね、まずどういうことかっていうとね、横浜高校の監督が、試合終わりにね、ものすごい怒鳴ってたらしいんですよね。ほんで、ものすごい暴言とか、もう、なんかね、横浜高校の、なんかもう、名をよこしたとかね、もうお前ら頭おかしいんか、みたいなのをね、もう先週にブログス言ってたのを、記者がね、こう、それを録画しとって、ほんで、横浜高校が勝ったんですけど、もうそんなに怒鳴られとって、ほんで、その取材もね、監督さんが、後にしてくれと、もうそんな取材を受けれるような試合じゃないっていうので、ものすごいね、先週に怒ってたっていうので、なんか炎上してるんですよね。もうこれはもう正直な話ね。もうメディアお前ら頭悪いんかと。もうね、ほんまもう死ねと。で、そう、あんま死ねまで言ったらまた怒られますけど。なんかね、この高校野球ね、ほんまに、暴力はね、100歩譲ってね、僕もね、ダメだと思うんですよね、今の時代。やっぱり、その、暴力をしてしまうとね、なんかこう、まあ、いわば、なんて言えばいいですかね。なんかこう、指導ってよりか、なんかもうほんまに、奴隷を作ってるみたいなね、感じで、やっぱ暴力は、さすがにね、ダメやと思うんですけど、これ口で言うのはね、僕は全然ね、いいと思いますし、で、ましてやね、これでなんでね、そんなに批判されてるのかがね、そんな頭おかしいとかね、どこの高校でもね、言ってると思いますし、ほんで、その、名門でね、あればあるほどね、そうこうなんか、まあ、なんていうんですかね、この監督がね、ちょっとね、締めようと、そのね、話とか、雰囲気をね、締めようとね、こう、ちょっとね、大きい声とか、ちょっと口調が悪くなっただけで、こんなにね、なんか、もうすぐネットで叩かれるっていうのはね、ほんまに全然意味がわかんないことですし、むしろね、なんか、それを叩いてるメディアをちょっとほんまに、だいぶもう頭がやばなってきたんちゃうんかとね、ほんまに思ってきました。はい、ね、やっぱりね、ある程度のやっぱ強豪校とか、やっぱ強いチームとか、まあ、どこの高校とかでもやっぱそうですけど、やっぱこう、なんて言うんですかね、こう、怒る指導がね、絶対ダメっていうね、なんか、感じはね、僕はちょっとおかしいと思うんで、やっぱりそのね、監督と選手のやっぱ距離感っていうのはしっかり、保っとかないと、やっぱね、そこがね、崩れたらね、ほんまに、誰が監督かわからんようなね、監督が言っても選手が言うこと聞かへん、みたいなね、チームになるんで、やっぱそれでね、やっぱね、怒鳴ったり、とかね、試合に勝っても、試合に勝って、そんだけね、反省とか、そんだけね、厳しくね、できるっていうのはね、やっぱ、いいことですし、やっぱ、なんかね、よく言われてました、野球はね、負けてね、反省はできないと、もう負けたらもう後悔になると。だから勝って反省しないとあかんと。だからね、やっぱその勝利にこだわって、そこでね、なおかつね、そういうなんかね、なんかこう、なんて言うんですかね、あ、ここを修正したらいいとかね、そう負けてね、反省できてる。で、負けて反省してるチームっていうのでね、非常にいいと思いますし、なんか、ほんまに、その強豪校の監督をとりあえずね、叩いておけばいいみたいなね、感じをちょっとおかしいとね、その記事に関してね、思いましたね。なんかその、ね、裏で金渡して選手取ってるとかね、なんか無理やり、なんか、選手を横取りしたとか、家まで来て横取りしたとかね、そんなんやったらね、記事に、ね、なってもいいんですけど、ちょっと選手を指導しとったら、そうなると。ってなってきたらね、もっとなんかこう、もうすごい高校野球の監督って、裏表を出さないとあかんね、職業になってくるんで。ってなってきたらね、もう選手もね、なんかもうようわからなくなってくるじゃないですか。やっぱ表にね、出た時にものすごいこう、なんかいい顔しないと、やっぱすぐ炎上するんで、ものすごいいい顔して、ほんで、そのグラウンドとか帰ったらね、ものすごい怖い顔になる、みたいなね、二面性がね、見えた方がね、やっぱね、僕は嫌なんで、僕は嫌ってか、もう選手たちもね、嫌やと思うんですよ。この監督、二重監督で世間騙されてるなって思うよりかは、やっぱり、あの人怖いけど、やっぱ、その、あかんところはあかんって、そのグラウンドとかでも怒んねんなってなればね、やっぱ信頼も上がると思いますしね、これはね、変えてほしくないですよね。その、なんで怒られたかとかはね、知らないですけど、でもやっぱりね、その、怒る、もう僕もね、ずっとほんまにね、めちゃくちゃね、厳しい高校で、ものすごい怒られたり、もう僕らたちの時代とかってね、しばかれたり、
でね、その先輩がうさぎ飛びさせられたりとかで、まあそのね、恐怖の中ね、やってたね、僕は世代ですから、なんかね、その恐怖を与えるようなね、この野球のね、やり方はね、まあそれこそ先輩がね、うさぎ飛びされてその先輩どつかれたりとかって、これはもう逆に恐怖になってくるじゃないですか。ってなってくるとね、こう、イップスとかね、増えてくるんですけど、なんかやっぱ、ある程度のね、締まりをつけるとか、締めるっていうんですかね。こう雰囲気を、こうパッてね、しっかりするっていう意味では、やっぱりそういうね、監督がちょっとこう、なんかね、対戦相手がまあ強いとかもそういうのを抜きで、なんかそんなね、あかん試合内容やったら、そこでバーンってね、こう、怒って、ほんで反省するっていうね、チームの方がね、よっぽどね、いいと思いますし、なんかね、これを否定しだしたら、もう、監督ってなんやねんってなってきますよね、ほんまに。なんかもう監督ってほんまにスタメン決めるだけが監督なのかってなってこないですか。もう試合終わってもなんかもうくしゃみ出そうですしね。反省もせずね、ただただね、試合終わった、今日も勝ったしよかったなーってね、言うチームって間違いなく弱いですし。ほんでそのね、メディアがもう盗聴しとったっていうのがね、もうほんまに気持ち悪いですよね。もうほんまになんかもうかわいそうですね。やっぱ高校の監督がやっぱね、その一生懸命やってやっぱそのあかん一線を越えたりして言われるのは仕方ないじゃないですか。もう昔で言えばね、もうそんな選手とかそんな試合したらね、もう間違いなくね、今の監督もね、どつい取ったと思うんですよ。でもね、それがね、時代的にね、そういう暴力がダメとかね、その実際にうつ病にねなってる選手とかも自殺ね、してしまったね、選手とかね、そういろんなね、高校野球の問題を抱えてるんで、その、今のね、横浜のね、監督もね、暴力はね、振らなくなったと思うんですよ。ほんで、やっぱ注意しないとあかんから注意する。ほんで、選手のためを思って注意する。ほんなら、別に叱られてもないね、外部の、その記者が、盗聴器で盗聴するって。これは叩かれるのはね、完全記者の方やと思いますし、なんかこう、無理やりね、上げ足取ってる感がね、すごいんでね、ちょっと嫌ですよね。まあ明らかにね、かかりせとかの、みたいにね、暴力振るって動画とか、なんかあんなんとかをね、こう見せられたらね、ちょっと選手大丈夫かとか、こういろいろね、思うんですけど、やっぱその、ね、選手を怒鳴るだけで、やっぱそんなん言われだしたら、ほんまに、なんかね、全員も、KO みたいなね、楽勝なね、楽勝なっていう言い方おかしいですけど、髪の毛伸ばして2時間のね、色白のね、高校に変わってしまいますよね。だからね、その、横浜の監督のその指導方法とかは変わってほしくないですし、なんか記者はね、なんか、もっと上げ足取るところあるやろうと思います。例えば、関西高校とか。はい。ということでね。また皆さん、ちょっと次の動画を見てください。はい。皆さんが思う、意見とかあればぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。